立山温泉郷は、千葉県立山市にある温泉郷。石塚温泉、吉祥隆神の湯温泉、小原屋の湯温泉、サンランド温泉、塩彩温泉、立山湯本温泉、不老山薬師温泉、南立山温泉の総称。須の先温泉、立山平佐浦温泉、立山潮見温泉、京家保温泉、人魚の湯を含むこともある。海岸沿いは、 南房総国定公園に指定されている。無色無臭の温泉は、気泡が肌にまとわり、ツルツルとした肌触りが特徴。以下、日本温泉協会認定の温泉別泉室。不老山薬師温泉は、安房自然村に源泉がある。立山湾岸に位置する、立山港房総半島及び、関東地方の南端、立山湾に面している。立山湾は、別名。 鏡ヶ浦とも呼ばれ、日本百景をはじめ、日本の夕日百選、関東の富士見百景、東京湾百選、暴走の魅力五百選、恋人の聖地などに選定され、南暴走国定公園の美しい景勝地として、静穏な海域と年間を通して、温暖な太平洋側気候に恵まれた温泉地となっている。周辺は、海水浴場や別荘地、レジャー施設、 マリンリゾートが多く並び、観光地、避暑地となっている。また、気候が温暖なことから、柿栽培も盛んで花畑が多い。立山湾沿いに、複数の宿泊施設が存在し、特に、リゾートホテルが中心である。原泉名や、宿泊施設での故障によって、温泉名称が異なり、各温泉地は、以下の特徴がある。立山温泉号内にて、 複数の温泉が利用できる湯の町巡り手形も用意されている。江戸時代を代表する小説、南宋里見八犬伝のモデル、里見氏ゆかりの地として知られ、立山城下に市街地が広がる。第二次世界大戦後、1950年代中期に入ると高度経済成長を背景に温泉掘削が増え始め、1954年には当時の千倉町、白浜町、 立山市など、主に南房総地域で温泉掘削が許可された。温泉地としての歴史は、まだ新しく、近年になって、宿が温泉を掘り当てたのが、始まりとされている。2005年に、立山温泉組合によって開け湯宣言が出され、温泉地としてのスタートを切った。東京都心及び首都圏各方面からのアクセスの良さと、 冬場でもほとんど雪の降らない温暖な気候が人気で、穴場の温泉地として密かに注目を集め、温泉郷が広がるようになった。JR 東日本、立山駅施設などによって、最寄りは異なるが、JR 東日本、立山駅が、主な拠点となる。鉄道 JR 東日本内房線、名古船形駅立山駅高速バス神山城須崎。 東大立山会場花火厳選名や宿泊施設での故障によって名称が異なるため、立山温泉号。2019年4月26日閲覧。AB、温泉地検索日本温泉協会。一般社団法人日本温泉協会。温泉名人。2019年4月25日閲覧。千葉県の温泉ガイド温泉の歩き方。地球の歩き方。 2019年4月25日閲覧。立山温泉郷南房総花海街道。2019年4月26日閲覧。千葉県における。 温泉地の地域的展開 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiu.ac.jp スラッシュブックススラッシュブレティンスラッシュ2008スラッシュツアースラッシュ04山村 pdf ハット縦山温泉郷の温泉旅行情報横行。w ww.yukoyuko.net2019 年4月26日閲覧 暖かな観光地 PR 温泉の町宣言へ、防備新聞社、ありがとうございます。